はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第150回でございます。で、今回テーマが参考書発売日決定ということで告知をさせていただきます。実はね、前回149でね、次回がね、ちょうどキリがいい数字っていう話はしてたんですけど、もう一周間に合わない気がしていて、だからできないかなと思ってね、事前には言わなかったんですが、今日日曜にアップしてるんで、一昨日か金曜、今金曜にこれ撮影してるんですけど、ちょうどね、さっきメールいただいて発売日決まりましたので告知させていただきます。よかったらお付き合いください。で、前々から話してたように、中学校1年生と中学校2年生の数学の参考書が発売されます。で、名前がハイチの楽しくなる数学ということで、価格が1つ1200円、税別です。税込みだと1296円かな。で、発売日が7月14日頃と書きました。で、これはですね、7月14日と一応話が来てるんですが、Amazon にももうね、予約受付でサイトがあるんですけど、それだと7月15日になってたり、あと地域によって、まあ書店には並ぶんですけど、本屋さんによってちょっと、その地域によってね、日付がずれるので、一応自分が出版社の方から話来てるのは7月14日となってるんで、一応その頃ということをつけて書かせていただきました。で、この動画の下の概要欄にも、あと Amazon のリンク貼っておこうと思うんですけど、まあ、表紙とかにもろにね、自分出てたりするんですが、あとは Twitter の方もしね、チェックしていただける方がいれば、トップ、固定ツイートかのとこに、Amazon のリンクのやつ貼ってあると思いますので、そっちからでも見てみてください。はい、ということで、改めまして、発売日、ね、やっと決まりまして、前の週にそのね、撮影をするんでちょっとね、アップが遅くなるかも、ね、遅れるかもみたいな話をしてたんですけど、実はそれの予定も一周ずれてですね、明日から怒涛の撮影ラッシュになります。参考書用のね、動画を撮るんですけど、で、英単語、きっかけ英単語の講座は必ず偶数日にあげます。それは絶対に守るんですけど、受験対策動画が今週、まあ、先週もね、そのバタバタで1本しかあげれなかったんですけど、1本あげたいね。そう、2本はちょっときついと思うんですけど、ひとまず今週はその参考書用のね、撮影ラッシュで、14日になると思うんですが、7月14日の朝の段階、発売するってなった段階で、一気に公開しようと思います。その動画の方もね、もちろん参考書買わなくてもその問題見れるんですけど、なので、まあ、多分それ見てだけでも勉強になるようにはなってると思うんですが、まあ、もしよかったらその動画とかも見てみてください。で、まあ、少しだけね、この動画どんな感じで作る、動画じゃねえや、参考書ね、どんな感じで作ってったかっていう話をさせてもらおうと思うんですけど、一番最初に話が来たのは去年の10月だったかな。その担当の方とお話しさせてもらったのが10か9月だったんですけど、だから参考書の執筆を始めて8ヶ月ぐらいかかったのかな。で、やっと終わるっていう、まだね、動画最後撮影してないんで終わっちゃいないんですけど、でも初めてこうね、参考書を作らせてもらって、まあ、本を作るっていうのはすごく大変なことで、そしてすごく大変だし、すごく大変、たくさんの方の力を借りて出来上がるものなんだっていうのをね、なんか勉強させてもらいました、今回。はい。本当貴重な体験もさせてもらいましたし、とにかく自分ずっとこうね、教育に、の仕事してる時から、参考書とか、そのなんだろう、本、自助伝じゃないですけど、本とかを出すのがずっと夢で、まあ夢の一つだったので、まあ今回それがね、叶うこととなったんですが、大変でした。本当に。で、内容に関してざっくり言うと、基本的には動画と連動した参考書になっております。なので、参考書の中に載ってる問題っていうのは、動画と全く同じものもかなり含まれています。半分ぐらいは同じものを使ってて、ただし、それに加えて、今回、オリジナルで作った問題とかが入ってる感じ。で、どれが動画と同じで、どれが動画には入ってないものかっていうのはマークでちゃんと分かるようになってます。で、動画と連動してるものは、QR コードが全部の問題にくっついていて、例えばこの問題、何ページのこれが分かんないってなったら、その問題のこの QR コード読み込むと、動画のその解説の部分まで飛びます。その動画ではなくって、例えば、数学でも一つの動画で、まあ、10問ぐらいやるときもあるじゃないですか。で、その動画の中の7番の問題がわからない。それが参考書に載っててね。そして QR コード読み込んだら、ちゃんと7番の解説のスタートから始まるようになっております。それをね、やっていただきまして。そう。っていう感じの参考書です。で、なんで動画をね、撮り直すかっていうと、それは、まとめ問題。
その正月問題みたいなのも作ったんですけど、それは全く動画と関係ない、まあ動画ちょ他のから拾ったのもあるんですけど、まあでもね、関係ないものがほとんどなので、正月問題用の解説っていうのをね、新たに撮らなきゃいけないと。で、それでね、まあ参考書ラッシュじゃないや、撮影ラッシュに今週なるんですけど、なので基本的には、動画と同じようなレベルです。基本的にはね。だから、よくリクエストでいただきますけど、めちゃくちゃ難しい問題とかはないです。だから、すごいトップ校とかハイレベル校を狙ってる子なんかには、かなり物足りないものになるかもしれないですけど、基本的には動画を撮ってきたスタンスと同じで、こう、なんだろう、勉強が苦手な子とか、あとはね、これから頑張っていきたいって、もっとできるようになりたいって思った子たちなんかが、少しでも、こう、勉強が分かりやすくなるように、ちょっとでも役に立てるようにっていうところをずっと思いながら、この参考書も作らせてもらいましたので、買う買わないは全然ね、それは強要することではないんですけど、一度書店で結構な、たくさんの書店で並ぶという話なので、ちょっと見てみて。で、あ、当たったってなったら、少し中を覗いてもらったりすると嬉しいかなとは思います。はい、本当に頑張って作りましたんで、もしよかったら、ちょっとね、チラッと見るだけでもよろしくお願いいたします。なので、今週ね、7月の、今日なんだ ?4 日の週か。1週間、少しね、動画の本数が減るかもしれないんですけども、その翌週には落ち着いてるはずだと思いますので、で、夏休みにはね、コンスタントに、なんだろう、受験対策動画ね、撮っていけるようにとも思ってますので、今後もどうぞよろしくお願いします。では、ちょっとね、いろいろ話したいこともあるんですけど、告知で長くダラダラ話してもしゃあないと思いますので、今回はこの辺で終わらせていただきます。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第150回、参考書発売日決定というテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回、本当はね、ちょっと喋ろうと思ったのが今週あってですね、まあ、なんだろうな。今、先に話してもあれなので、まあね、一応、こう、まあ、勉強関係というか、ちょっと精神的な時のとこの話をね、次回しようかと思っておりますので、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。